ひばり結びひばり結びは、ロープなどを芯に縛り付ける結び方の一つ。英語では、カウヒッチ、または、ラークスヘッドという。スリングを使って、ひばり結びをするときは、ベールスリングヒッチと呼ばれる。ひばり結びの結び方ロープを二つ折りにして、折られた部分を芯にかけ、二つの端をバイトから抜くと、ひばり結びとなる。また、芯に対して異なる。 向きの一結びを二度施したものと解釈することもできる。解放芯に結ぶときはロープを二つ折りにして折られた部分に片手を差し込み二重になったロープを掴んで引き出しそのまま芯にかければ素早く作ることができる。ひばり結びの使い方巻き結びと比べると摩擦が少なくほどけやすいため両方の端に荷重がかかるように工夫して使う。ひばり結びは 馬などの家畜をつなぎ止めておくために使われていた。物を縛るとき、ロープを輪にして、渦のようにひばり結びで固定することができる。携帯電話のストラップをつけるときにも使われる。ありがとうございます。